それはロタツが書いた伝説じゃないか。国境の領主は定期的に都に政務の報告をする義務がある。それに領民のために南方の種と工作器具も調達しなければいけない。そういえばロタツは最近航海術とやらを研究してるらしい。俺も気になっていた。そういえば伝説はシリーズものだということを知ってるか。シーランのばかり読んでないで俺の伝説も読んでみろ。ロタツがわざわざアルネージュ城に持ってきてくれたんだ。まあいくらか誇張されてはいるが、これも他人から見た俺だ。悪くはない。と向かって言われるとさすがに照れるが、ほらこの絵を見ろ。この本で一番好きな挿絵だ。どうだ、気に入ったか。俺が言ってるのはチューリップのことだ。北京でチューリップ公園を再建したのさ。俺の母はチューリップが好きだった。両親が結婚した頃、父は城の裏でたくさんのチューリップを育てていた。その後氷潮が襲来してアルネージュ城は雪に閉ざされた。花も草も全部枯れてしまった。謝るな。この大陸を救ったのはお前だ。お前が救ってくれたおかげで俺は北京へ戻り、チューリップを植え直すことができた。家族はもう戻ってこないが、春が来れば花は咲き、鳥のさえずりも聞こえる。あと数年もすれば北京の子供たちは大きくなり、アルネージュ城にも笑顔があふれるだろう。そうだ、今年もチューリップがきれいに咲いたんだ。機会があったらぜひ見に来てくれ。お前にやろう。少し古くはなったが、ロタツからもらった初回限定版だ。これを読めば俺のことがもっとわかる。おっと、サインを。字を褒められたのは初めてだ。サインするのは書類や法案ばかりだったから、褒めるようなやつはいなかったのかもな。
ほら、持っていけ。なんていうか、お前と一緒にいると不思議と心がほぐれる。お前との時間は俺にとってかけがえのない宝物なんだ。